総領なる瞳でいただき捉えたか司会良好宇野弥生選手です。まずは7レース振り返っていただいて、はい、どんなレースでしたでしょうか。逃げただけです。はい、2日目、少し着順を落としてましたけども、はい、そこからの上積みというのは測れてる。はい、昨日からは良くなってます。昨日僕ら宇野選手が T シャツを司会良好に着替えた瞬間にこれは上のステージまで見えたんちゃうかって言って噂してたんですが、3日目なんで赤い T シャツ着てただけです。はい、そういうことだね。はい、ちょっと前夜祭の時にはすごく別の宇野弥生を見せていただきましたけども、はい、ああいうとこどっちが本間の宇野弥生なんですか。こうやってピットで見てる、まあ、どっちもです。あ、はい、ピットに入ってきたらこういう感じ、仕事なんで今。はい、はい、わかりました。準優、まず進出が決まりまして、はい、明日へ向けての抱負をお聞かせください。はい、明日も私らしくはしてきます。わかりました。はい、らしさを存分に見せてください。はい、宇野弥生選手でした。はい、ありがとうございます。はい。